じゃあ、おっす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 、大丈夫って室内なのに、あ、いつも帽子ですね、室内でも。ああ、そのままで帽子。今更でしたね。俺のトレンドマーク。トレンドマーク。T 豊か。そう。はい、ということなんで。はい、今回ですね、横浜 DeNA ベイスターズの、はい、今を、やっぱ豊かさんにこの、そうだな。語っていただきたい。ちょっと心配だな。あ、それは。まあ調子は上がってきてるよ、はい、全体的に、はい、だけどこう低迷期もあったでしょ、はい、そのやっぱ原因だよね、うん、バッティングの状態っていうのは非常に良くなってくると、はい、やっぱ狭い球場だしホームランが出だす、はい、出だしたら逆転にもつながる、はい、まあ楠本がホームラン打ったり、ね、逆転もあるんで、まあ、そうですよね、まあ代打、はいはいはい、逆転、まあ、満塁ホームラン、プロ初、はい、ね、まあそれは素晴らしいことで、はい、そういうことも起きる球場なんだけど、はい、長いシーズン考えたらさ、そういう時ばっかりじゃないじゃない、はい、まあバッティング自体はいい、その上位5人ぐらいまでは、うん、だけどその配置も変えないかで、どういう選手を使っていくか、はい、やっぱね、他球団と圧倒的に違うのは走力だよ。あ、足りてない、全然足りてないんですか。いや、足が速い選手とか、はい、そういう人たちっていうのはたくさんいるんだよ、はいはい、使えないんだよ、使い切れないんだよ。あ、まあ、どうしてもバッティングの方に頼るというか、はいはいはい、そうなってくると柔軟性がないんだよね。柔軟性がない。この1点取りたい時ってダイソーでもいいよ、ダイソーでもいいけども、まあそうじゃなくて140試合を考えた時によ、はい、走力があるなしによって守備範囲が1人1メートル1メートル違ってる、はい、おじゃ横1メートル、はい、向こう1メートル、はい、でユッティが来たね、ちょっと出て、ユッティが来たということで、いやそれで、はい、柔軟性、はいはい、うん、はい、まあ1メートル違ったら、はい、守備範囲にしても相当違ってくるってことね、はい、で結局、まあ、ソトという選手がさ、まあ、個人名上げるのはどうかと思うけど、はい、外して連勝だったでしょ。あ、そうですね、やっぱ守備っていう結構問題が大きくこれから出てくると思うよ、うん、だから、まあ、打ってくれるのはありがたいしホームランを取ってる実績も残してるという、はい、まあ、だけどそれを引き換えにじゃあどうするかっていうこと、やっぱここが課題だよね、うん、で足の速い選手がたくさんいるのにもかかわらずそういう選手が出てこれないっていうことは伸びてないっていうことも、うん、はい、可能性もあるし、打順を組んだ時に 1,2 番は走れるようにするとかさ、はいはいはい、で宮崎を2番に入れた時もあったし、はい、宮崎は打ってくれるよね、打ってくれるけど走力っていうことに関したらさ、まあちょっと落ちるから、うん、だからまあ、まあそこら辺は3番でいいと思うんだけど 1,2 番は必ず走れる選手、動き回れる選手、はい、で、まあ、下位の人たちも動き回れる選手をオーダーに入れていかないと重くなるよね、うん、クリーンアップはいいと思うんだよ、宮崎、はい、筒子、ロペスっていうのは、うん、あとは動き回れるような選手を揃えておかないと柔軟性がなくなって、うん、打てなくなったら負ける、打ったら勝つ、打てなくてもなんとか細かい作業で勝ったとかいう試合が減ると思うんだよ、うん、だからそうなったらチーム力というせっかく球はあるのにそれをこう使えないでいるというところがすごくもったいなく感じるんだよね、 DeNA の選手を全体的に見渡した時に、まあ、桑原選手とかもね、うん、いい選手だから桑原も、はい、いや次の日勝ったよ、はい、桑原も前日3本打ってて、はい、次の日スタートじゃないから、はい、いやいや、あいつは右も左も関係ない選手だけにね、はいはいはい、で、1年間レギュラーとしてクライマックスシリーズまで出ることに貢献した選手だから、うん、やっぱもう一度そういうところも見直した方がいいと思うよね、うん、外野手にね、ダブりすぎなんだよ、いい選手が。いや、まあ、思いますね、誰を取るって、誰で、まあ、誰を取るっていうか、いや、だから、はい、俺は梶谷を再生するのが一番早いっつってる。そうですね、悩み持ってくる、絶対できるから。だからここが決まると、はい、あいつ 1,2 番も打てるし、うん、下位になったら長打もあるし、はい、で足もめちゃくちゃ速いから、はい、だからあれほど便利な選手はいないんだよ、うん、たまにボーっとするけどあいつ、そこはね針かなんかビリッと入ってビリッとするから可愛い一面ですよね。まあ、いやまあ可愛いかどうか分からんけどな。いやだからあれを内野にすることによってダブつきがなくなるし、うん、良くなるって、うん、ここは再生できるかできないかがやっぱ今後上に行けるかいけないかって、うん、なるほど、
今この甲斐の選手が出て、うん、じゃあアウトになった後じゃあどうするんだってなった時に、うん、ちょっと考えますよね、マソト選手。いや考えると思う、足。いやだからピッチャーはそこそこ良くなってきた、はい、で中継ぎも、まあ、外国人取ったし、はい、エスコバがいい、はい、まあ、エスコバがこの前打たれたけど、はい、まあまあでもそこそこはいると思う、はい、抑えもちゃんと矢先がいる、もうそしたらもうあとは足をどこでどう差し込んでいくかだけで俺はいいと思うんだよね。でもそこら辺を少し考えた方がいいと思う。まあ、成功率はまあ問題だけどね、はい、まあ単に足が速ければいいかっていうもんじゃないし、はい、まあ西武みたいに成功率がすごくいいとかさ、はい、まあ隙をついて走れるとかさ、はい、まあそういう選手をやっぱ育てなきゃいけないよね、うん、やりながら育てるというなんかなったけどね。まあまあお腹も空いてないですね。そうですね、まあ、レジェンドでもお腹は空いてるんですね、はい、だからそういうところをちょっと考えると DeNA はもっと良くなるね。うーん、そうですね、もったいない、見てると。梶谷選手内野手にする説今唱えてるんですけど、うん、結構他の方にもそれ言ったりしてるんですか？聞かれたらね、それやっぱ結構横浜の話とかになりますよ、プロ野球ニュースとかで。いやまあ例えばプロ野球ニュースで聞かれるじゃない、はい、で梶谷っていう選手を内野手にするって言ったら、はい、もう外野のイメージが強いんだよね、はいはいはい、えっとか言って言われるんだけど、やっぱり、はい、俺が入った時は内野手だったわ。ああ言ってましたよね、うん、コーチが入った時は、はい、でまあ確かに暴投する時もあるし軽率のプレーもあったよ、はい、でも12球団見てみ、どれだけエラーが多いんだって。あまあそうっすね、うん、目立ちますね、目立つでしょ。でもあいつはちゃんとやったらねできるから、間違いなくできる選手だ。ここまでやられたらちょっと見てみたいっすよね、実際に。もうそうそう、もう見たいっすね、見たいっす。梶谷選手の内野見たいっす。奄美だろ、奄美、はい、奄美、ね、キャンプ地、はい、秋行くじゃん。いやもうお世話です、はい、その時に俺ロックバット持って、はい、セカンドでお前どれだけ打ったかあいつに。おお、いやそうだそうだと、はい、その取り方でいい、あそうそうそうって、はい、一球一球丁寧にやったんだよ、はい、うまい、下手じゃないんだから。本人も守備は自信があったっていうんだ。そうなんですね、でもやっぱりね、自信をたまになくしたいだとかさ、そういうことを言われると、だんだん萎縮するタイプなんだよね。で、外野に持ってくる。なるほど、外野のイメージは強いですもんね。強いでしょ。いや、でも俺は外野だったら内野の方が絶対あいつは長生きできるし、だってあいつ体下手ってなるもん。下手っての肝臓ぐらいだよ。ちょっと飲みすぎる。飲みすぎ、やっぱお酒好きなんですね。お酒は好き。だけど飲まさないようにすればいいんだ、いいだけの話だから。ユナさん気をつけてもらってってことですね、はい、飲まさない。俺もな、いや俺は飲んでないよ彼とは。オフに1回飲んだぐらいで、ああいいですね、まあのシーズン入ったら全然飲まないけど、はい、まあだけど本当に横浜はそのぐらいもったいないことをしてるという感じがする。バランスのいいチームが出来上がるのにさ、はい、なんかちょっと偏ってるよね。うん、どっかで変わりますかねこのシーズン中、まあ、ラミレス監督次第だと思うんですけど、うん、変わらないんじゃない。このままもやっぱ意外と頑固だしさラミちゃん、でも頑固さっていうのは悪くないんだよ、はい、ブレてないというか、はい、でもそれは秋から春へのキャンプの時にそういう選手をこうどん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 育てながら、はい、やっぱこうやっていかなきゃいけない、はい、まあ、作業になるんだけど、はい、まあ、そこら辺がやっぱこう打つことそういうことだけに、まあ、ちょっと特化してて、やっぱチームのバランスっていうのを考えないと、バランスが悪かったら絶対弊害が来るから、うん、そうですね、まあ本当頑張ってほしいと思う、うん、